南伊勢町 A バスは、三重県渡来郡南伊勢町のコミュニティバスである。運行は、三重交通大新東に委託している。もともと南西町や南東町に、三重交通による路線バスが運行されていたほか、南西町では、近鉄島観光汽線による5カ所安定汽線も、就航していた。各路線とも、第三種生活路線として運行されていたが、 過疎化などの影響も、相まって利用者が減少し、路線の維持が難しくなっていた。このため市町村自主バス運行等維持費補助の適用を受け、2000年4月1日より南西町で、2002年4月1日より南東町でそれぞれ町による自主運行バスの運行が開始された。その後南東町と南西町の合併に伴い、 南伊勢町による町営バスへと変更となり、2007年4月1日からは、南東地域と南西地域を結ぶ路線の運行を開始した。2012年10月1日からは、大震東への運行委託による完全デマンドバス運行も開始している。町内を通過する国道260号、改良工事の進捗に伴い、2014年10月1日からは、 旧南東町中心部から、既成本線の伊勢柏柴崎駅へ向かう路線の運行も始まった。平成28年以降の年度とは、前年10月1日から当年9月30日までの1年間である。車寺は、この停留所を終点とする便が設定されていること、地名の格好書きは同地を経由しない便があることを意味する。導入からしばらくは路線名がなかった。その他、 南東東小学校へのスクールバスも運行されている。大震東が運行。事前予約制で指定されたバス停間の移動に利用できる。南伊勢町を5カ所、神原地区、南海、ミノ原地区、宇ソ中島地区、島津、吉地区の4つに分け、地区内の移動は200円、地区外への移動は地区境界をまたぐごとに100円加算し、最大運賃は5箇所。 カンバラ地区と、島津、吉地区の間の500円である。利用状況は2016年度が27,370人、2017年度が28,377人、2018年度が25,879人、2019年度が24,758人で、ある。ただし、ここでいう年度とは、前年10月1日から当年9月30日までの1年間で、 ある。デマンドバス運行案内バスについての、お知らせ2015年3月30日閲覧。ABCDE、超 A バス。南伊勢町役場環境生活課。2020年12月8日閲覧。南伊勢町平成19年度事務事業評価シート。南伊勢町平成20年度事務事業、評価シートハット ABCDEF。南伊勢超 A バス路線図。 南伊勢町役場環境生活課。2020年12月8日閲覧。長江バス宿舎線のルート変更について、南伊勢町 HP2016 年9月15日2017年5月10日。閲覧 ABC。南伊勢町デマンドバスでございます。南伊勢町役場環境生活課。大新東南伊勢営業所。2020年12月8日閲覧。AB。 デマンドバス。南伊勢町役場環境生活課。2020年12月8日閲覧。令和2年度南東南西連絡線運行計画。1、短縮用。臨時に、17時39分発3.18時47分発。南伊勢町役場環境生活課。2020年12月8日閲覧。令和2年度税蓄線運行計画。 南伊勢町役場環境生活課。2020年12月8日閲覧。ありがとうございます。